はい、どうも、大島兄弟です。よろしくお願いします。今日の企画は、やってまいりました。7月のお気に入り紹介！イエーイ！もう夏休みに入られた方が多いと思うんですけど、もう夏休みですか？イエイ！で、返答？うん。早速、紹介していきたいと思います。僕が2つと、私が3つです。それでは、行ってみよう！私の1つ目が、じゃん！もうつけていたんですか？これは最近買ったものとかじゃなくて、2年前ぐらいに。最近つけてなかったんですけど、急に発掘してきてお気に入りに昇格したいです。夏休みはいっぱいつけようと思って、うん、パワーストーンで幸運を運ぶみたいな、ずっと浄化してました、石で、うん、先生本当にそれは効果あるんでしょうか？ありますか、すごい。そう、これずっともう浄化してたから今すごいキュキュ。しかも他の人があ他の人が触ったら効果が薄れるから、そこでさくらしか触ったらあかんね。危ない、あ危ないね、危ねえ。危ない、奪いかけた。やめてよ、見つけて。何その顔、絶対触るな。僕の一つ目はですね、僕が普段使っている椅子につけてるこの青い靴下、床がすごいフローリングで、おじいちゃんからもらったこの椅子も木なんで、引きずると音が鳴るんですよ。こんな音なんですよ。ここで靴下を履かせてあげると、というかこの通り、7月のお気に入りは絶対紹介しようと思ってた一品です。私の2つ目はパスケースです。もらったものなんですけど、私はディズニーのキャラクターでオズワルドが一番好きで、電車通学なんで毎日使って愛用してます。耳が可愛くない？私ポケットに入れてるんですよ、スカートの。ビヨーンってなってちょっと使えるみたいな、スカートの隅にだからこれを入れちゃうんですよね、このポケットに。こうやって可愛いとか言っておきながらしまっちゃうっていう。僕の2つ目紹介したいと思います。こちらなんですけど、21歳にもなって魔法少女が好きだと。中でもカードキャプターさくらは幼稚園ぐらいからずっと好きで、漫画とかカードにとどまらず、ファイルもね、この間お気に入りで紹介したんですけど、ついにですね、靴にまで手を出してしまったっていう。21歳大学生、よろしくお願いいたします。履けなかったら妹にあげようかなと思ってたんで。嘘やろ？ほんとほんとほんとほんまに？ほんまほんま、そう、欲しかった。ごめん、僕が可愛かったので買ってしまいました。3つ目がじゃじゃじゃ、これは服です。見たオフィショルです。これ結ぶやつね。そうそうそう、こういう感じです。あ、高校3年生最後の夏、そうそう、やっぱり女の子らしさもちょっと取り入れたいなみたいな、夏やから買っちゃいました。はい、皆さん暑い日が続きますが、熱中症にはくれぐれも気をつけて、楽しい夏休みまたは夏をね、お過ごしください。お過ごしください。はい、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。